会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表をしております。本日はですね、マーケティング用語でアイドマというものを紹介したいと思います。アイドマ、こちらアイドマ5つですね。 AIDMA アイドマで、アイドマと言います。で、これはどういうものかと言いますと、まず最初の A がアテンションで、お客様の購買、してもらうときにですね、まず知ってもらうというのが大事になります。自分とか自分の商品、会社を知ってもらうのが大事になります。で、続いてインタレストですね。 I がインタレストになります。興味を持ってもらう、関心を持ってもらう、この会社員がこの商品良さそうだなと関心を持ってもらうというのが I のインタレストになります。で、D というのが、あ、欲しいな、買ってみようかなというような、こうやって、あ、そういう気持ちを高揚させる、高ぶらせるみたいなのがデザイアという英語の文字、欲望を欲求するみたいな意味ですけども、D というのを沸き起こして、じゃあ次の M というのはメモリーですね。じゃあこれを買おう、どこどこに行って買ってみようと、記憶してもらう、覚えてもらわないとしょうがないので、それを覚えてもらうということが必要。で、最後はアテンションということで、そのお店に行ったりウェブで注文してもらうというのが、あのアクションですね。アクションというので行動してもらうというようなことです。あ、い、ど、ま、ん、えが、疑問になります。で、こちらは、消費者の購買意欲のステップを生んだものなんですが、これもですね、それぞれやることが違うんですね。最初のアテンションのではやることがあります。 D でもやることがある、M でやることあるし、 D でまた違うことをやると、それぞれあり、違うこともやらなければいけなくて、分けて考える必要があるんですけども、多くの方はそれをご存じないですね。みんな何か売りたい、買ってもらいたいみたいなことをごっちゃになって考えていて、細分化して考えることができないです。その結果あまり成果が出ないということがたくさんいらっしゃって、そういう方に私とアイドマってご存知ですかというようなご説明をして、それぞれのステップでやることが違いんですよというようなことをお話しいたします。で、私としては特に最初の A がですね、一番大変だと思います。アテンションということで、世の中の人に自分や自分の商品サービスを知ってもらうというのがとても時間のかかるものかなと思います。お金もかかりますね。で、ここをいかに低コストで、時間短くやるかというのが肝だと思ってまして、そのノウハウもまたいくつかありますので、また別の動画でご紹介したいと思っております。